ました。あ、本当ですか。本当に冗談抜きで今年これだけ狙ってきたんです。もっとでかい賞を取れるように僕頑張ります、はい、実は伏見さん、あの今年、はい、ビーズ TV のコンテンツの中で一番面白かったよし、ビーズ TV グランプリに選ばせていただきました。本当ですか。はい、おめでとうございます。こんな狭々やります。あ、広いですよこれ。あ、広い。もっとみんなの前でやってもいいんだよ。ビーズ TV みんな見てるんやったらね。そうです。これさ、これ表彰式ですよね。もったいないこれ、素材が。これわざわざ本当に。でもすごい重い、重量感あります。あのペラペラのもんじゃない。あのファンの皆様に一言お願いします。ファンの人に何個と言えばいいですか。あのさっきでかい賞欲しいって言ってた。あ、でかい、まあ、確かに。はい、ものの20秒後ぐらいにでかい賞いただきましたけど、これもっとね、もっとサイズがでかい、なんか優勝したけどボディービルダーみたいなやつ乗ってるやつ、あれ撮りたいんですよ。応援よろしくです。ありがとうございます。見てこれ、ちょっと周り見て、誰も見てない。すいません。こちら誰も見てない端っこ。お礼できない、僕はね、本当にそういう役回りだと思ってます。本当に彼らが主役だとしてもね、やっぱ脇役大事、支える人がね。だから俺もそれでもいいから頑張りますから、また取れるように頑張ります。2019、ありがとうございます。大丈夫ですか。